先おととしの大晦日の夜の修羅場、当時小6の妹に付き合ってジャニタレのカウントダウン見ることに。両親旅行中、俺成人済み、何か食うもの持ってこようと立ち上がりかけて気づいた。右足が動かない。少しでも動かそうと思うと激痛がする。叫ぶ自分の着てたジャージの裾を妹がめくり上げて悲鳴を上げた。右のふくらはぎがありえない形に歪んでいたらしい。ど真ん中が大きくへこみ、足首近くに肉の塊があり、さらに膝裏に妙な肉があるという状態。妹がマッサージしようとしてくれるが、触られるだけで叫ぶほど痛い。これはもうどうしようもないと救急車を呼んだ。妹が泣きながら、死なないでと繰り返してた。で、救急隊が到着。足の状態を見て緊急搬送すると言われた時が、どうやら23時59分だったらしく、テレビではカウントダウンが始まってた。兄ちゃん、しっかりして。兄ちゃん、3、2、1。明けましておめでとうございます。うわあ、兄ちゃん。と妹がやらかしてくれたもんで、救急隊員さんが爆笑。担架に移す時に落とされかけたのが一番の修羅場だったわ。ちなみに、痛みはこむら返りによる肉離れ。冷やした上にあぐら組んでて血行が悪くなったのが原因らしい。痛み抑制のために局部麻酔して、筋弛緩剤の飲み薬で治ったのが夜明け。仮眠室で寝かせてもらってた妹が、目も顔も腫れてパンパンになってたんで、可愛いし面白いので落とし、玉ちょっと弾んでやったわ。